はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます、陶磁器工房キラフです。今日はですね、ちょっとね、粘土の紹介をしてみたいと思いますね。で、今日使う粘土ね、どんな粘土かっていう と、黒みかげ土っていうのをね、ちょっと紹介してみたいと思います。で、私これね、ヤマニーさんっていうところから買ってるんですけど、消費番号125番ね、黒みかげ土で、粘土のまあ説明見てみると、珪長石とマイカと黒顔料を含んだ粘土ですっていうことなので、まあ、結構こう黒い糖度って人気があると思うんでね。で、しかもまあ見かけ調になるっていう感じなので、まあ、それがね、実際どんな使い心地とか、どんな焼き上がりになるかとかね、あとこういうふうに使うとかっこいい作品作れるんじゃないかなっていうのをね、ちょっと紹介してみたいと思います。で、以前ね、白見かけ土っていう方もね、紹介しています、ので、まあ、合わせてね、白と黒、まあ、どっちがいいかっていうのをね、見てもらうといいかなと思います。それではですね、早速これで作ってみたいと思います。はい、それではね、早速この土をね、使ってみたいと思います。とりあえずまあ例のごとくね、お茶碗がまあ見本になりやすいかなと思いますので、ちょっとね、ご飯茶碗作ってどんな感じかっていうのをね、ちょっと紹介しますね。まあ、とりあえず1キロぐらいやってみましょうかね。よいしょ。あ、もうね、切った感じがね、すごくこうザラザラしてる、粒がいっぱいある感じでね、まあ、この辺はね、白みかげ土と似た感じかなと思いますよね。もうちょっと切りましょうかね。よいしょ。それではね、この粘土今からこねていきたいと思います。はい、それではね、ちょっと実際こねてみましょう。粘土の量はまあ1キロなんでね、ちょっと少ないですけど、まあ、どんな感じかね、やってみたいと思います。はあ、はあはあ、まあね、最初の触った感じね、結構ブニブニしてますよね。多分コシがない粘土じゃないかな。結構ね、黒い粘土ってね、こうコシがないのがやっぱ多かったりするよね。まあ、白もそうだけどね、黒も結構ブニ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 しちゃう感じが多いですよね。で、これ今キクベリしてますね。で、触った感じね、やっぱあの粒の形跡が結構入ってるのかな。それでこう手に粒粒が当たる感じになってますんで、まあ、最初初心者の方とかね、ちょっと使いにくく感じることもあるかと思いますが、まあ全体的にはね、多分綺麗に作れる粘土なんじゃないかなと思います。あと、まあ作る前の予想としてはですね、この黒さがどこまでしっかり出るかっていうのがね、ポイントになると思いますんでね、ちょっとこの黒がね、どこまでしっかり出るかっていうのをやってみたいと思いますね。はい、それで、まあ、今ね、ろくろにセットしました。こう触ってさ、ちょっと叩くとプニプニしてる感じ伝わりますかね。こうプルンプルンってしますよね。やっぱそういうの見るとね、コシがないんじゃないかなと思いますが、まあ多分ね、普通にろくろで作れると思いますんで、ちょっとここから土殺しね、やっていきます。すごい泥が飛びますよね。まあやっぱこういうのをやると、有田唐津とか普段使ってる粘土ね、まあ、どれだけ使いやすい粘土かって分かるよね。こんなに泥を普段飛ばないもんね。よいしょ。そうね、やっぱ土殺ししてる感じはね、結構指にガサガサが当たるかな、粒がいっぱい当たって、若干ね、そこが気になるっちゃ気になりますけど、まあ、作れないほどではないんでね、まあ、ここからやっていきたいと思いますね。はい、それでは今ね、土殺し終わったんでね、作ってみたいと思います。まあ、下がだいぶ汚れてますよね。まあ、汚れてるのはまあ粘土がそういう性質なんだと思いますね。で、今日もまあ前と同じでね、直径14センチで深さが6センチのね、そのお茶碗を作ってみたいと思います。で、今回ね、あえて下汚れたまま作っていきますんで、ね、穴掘ってそこを広げて少し上に伸ばして、で、下のくびれを作って、で、ここからまずね、なるべく上に伸ばしていきます。やっぱ手に引っかかりますよね。ちょっと引きにくいかなっていう感はありますかね。で、薄くなったらね、少しずつ形を広げてね、あと縁の部分とかね、粘土切れたりするので、たまにこう皮をやってあげるとね、口が切れにくくなったりしますんで、まあ、要所要所でね、皮使ってもらうといいと思います。で、大体これで大きさがいいのでね、まあ、ここから形決めて、切っていきたいと思います。結構こういう粗めの粘土っていうのはね、
ろくろ目を残してあげるとかっこよく出来上がると思いますんでね、指の跡ビシビシ残しながら作るといいと思いますね。でこれで形が良くなったので切るとこを作ってもう一回形整えて、あと中の泥をねしっかり取って、よいしょ、さら一番下で切ります。よいしょ。ではね、もう一個作ってみますね。はい、それではね、今ろくろが引き終わりました。でろくろでね引いてみた感じはですね、ちょっとこの土使いにくいですね、初心者の方だとちょっと難易度が高いかもしれないです。ちょっとこう触ってみるとよ、こうすごく下の方触ると縁がプルプルしてるの見えます。でこういう土ね、やっぱ腰がないので、まあ、お茶碗ぐらいだったらまあなんとかって感じですけど、お皿とか作るとねすぐこう縁がへたっちゃったりとか、あと薄くしすぎるとすぐベニョってなっちゃったりするんでね、まあ、若干土としては作りにくいかもしれないです。手びねりとかでもちょっと作りにくいんじゃないかな。であと大きい作品作ろうとするとやっぱすぐへたっちゃうんでね、あんまり触りすぎないで作ってあげるっていうのがね一つのポイントだと思います。であとまあこういう土の傾向としては、乾かすときにね、まあ、高台削るときにちょうどいい硬さにしますが、すぐに乾きすぎちゃうっていう傾向があります。硬くなりすぎちゃうっていう傾向があるんでね、なのでその乾かすときもね少しこう全体的に乾きすぎないように配慮してあげないと削りにくくなっちゃうと思いますね。でこれをねちょっと翌日ね乾かしてどんな感じで削れるかっていうのをね見てみたいと思います。はい、それではね翌日になりましたんでね、結構削り頃になりました。やっぱねちょっと発泡スチロールには入れてたんだけど結構やっぱ硬くなっちゃうのが早いのかな、まあ、ちょっとすごく硬くなってる感がありますよね。でこれをねちょっと早速削っていきたいと思います。下ちょっとまず深さ測ってね、で印して、でここは削っていきたいと思います。まあきっと粗いからね削りにくいよね、ガタガタしちゃうと思うよね。よいしょ、この音が聞こえますか、めっちゃ粗いですよね。なのでやっぱこう粗い土っていうのがねどうしても硬くなりすぎちゃうとねすごく削りにくくなっちゃうんでね、この削るタイミングっていうのがね結構大事かなと思いますよね。すごいがっつりこうガタ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 いってますよね。でろくろで削ってこれぐらいなので手びねりだとやっぱちょっと硬さ間違えるとすぐ削れなくなっちゃうんじゃないかなと思いますよね。で削った後もこんな風に粗くなるんで、まああんまりこう削りすぎるとね全部が粗く仕上がっちゃうんでね、そこはちょっと注意必要かなと思いますよね。で高台の内側も削ります。ちょっとこれは硬くなりすぎたね。でもまあ削れないことはないんだけどね、手びねりだとこれはちょっと厳しいかも。よいしょ、でちょっとこのままね今削っていきたいと思います。はい、それではね、削り終わりました。でまあ見てもらった通りね結構粗い粘土なので削るときにちょっとね、大変かなと思いますよね。やっぱ乾燥具合をね、間違えないようにしないといけないかなと思います。でね白身影の粘土に比べるとこっちの方が粒が粗いのかな、まあ、黒いから多分その粒を目立たさせるためにこうちょっと粗い傾斜とか入ってるのかなっていうイメージはしますよね。で今回ねこれ1個はちょっとそのまま透明油かけて焼こうと思うんだけど、もう一個の方ねちょっとせっかく生地が黒いので
まあ、こういう風に装飾すると面白いんじゃないかなっていうのをね、ちょっと試してみたいと思います。じゃあね、ちょっと1個の方はね装飾していきましょう。はい、それではね、せっかくなんでちょっと装飾例をねやってみたいと思います。でこれね、磁器の泥床ですね。磁器の製作した時のね泥ですね、それを取っといたやつです。でこれをこうまず器に入れて、こうよくなじませてね。でもしこう濃かったらね、水入れてこう薄めてあげたりすると、やりやすい濃さで調整してあげるっていうのがいいかもしれないですね。よいしょ。でこの泥床をこの稲の藁のね、この使ったやつね、これでこうグリグリっと混ぜて、でこの器にビャーっとこうつける感じですよね。で、まあ、これ要ははけ目を作ってるんですけど、まあ、こうね黒い粘土ではけ目とかやってあげるとね、この白さが結構残るので、とってもねかっこよくなると思いますよね。で比較的このはけ目ね、あんまり失敗がないので、結構こう がっつり塗ったりすれば、で擦れば擦るほどね、このはけのラインがしっかり出てくれるので、自分が思った形、その装飾になるように調整してあげるって感じね。で内側もちょっとやっていきましょうかね。これは結構楽しいよね。こんなもんでいかがでしょう。外側もこんな感じね。で多分この黒みかげの粘土とかでやってあげると、粘土の粗さとこのはけ目のなんか装飾のマッチ感が出てくると思うんだよね。なんでこういう装飾は結構おすすめですね。あと小引きにしてもね面白いかと思います。じゃあこれをね今度素焼き、乾燥させてね、素焼きして釉薬をかけていきたいと思います。はい、それではね、素焼きが終わりましたね。まあ、素焼き終わるとこんなグレーな感じですよね。で今日これに釉薬をかけていこうと思うんですけど、かけ方としては半分を、透明釉で半分を調石油っていう風にね、ちょっと2種類の釉薬をかけてどんな感じで焼き上がるかっていうのをね、見てみたいと思います。なのでまずちょっとね、こう裏に撥水剤を塗りたいんでね、ちょっとこう撥水剤する準備してね、やっていきたいと思います。はい、それではね、撥水処理終わったんでね、釉薬かけていきたいと思います。でまずこれね、透明釉ですね。で、まあ、例のごとくね、しっかりかき混ぜて、かき混ぜ不足にならないようにね、使ってもらうといいと思います。はい、それではね、釉薬かけていきますね。まあ半分ずつだからね、こうやってやりましょうかね。ちょっとかかりすぎたかな。まあでもいいでしょう。でこの調石油と透明油のそのかけた時のね、差が結構分かってもらえると一番いいかなと思うんだけど、まあどれだけ差が出るかだよね。こっちはちょうどいいぐらいだね。そしたら次ね、調石油やります。はい、そしたら続いてね、調石油やっていきたいと思います。まあこちらも例のごとく、あの底に溜まってますのでね、しっかりかき混ぜてね、それから使いましょう。はい、それではね、調石油かけていきましょう。まあこっちの半分ね、こっちを調石油にしましょうかね。でちょっと隙間がある方がわかるかな。ここにちょっとね、こう隙間があるんでね、こっちからこっちが調石油で、こっちからこっちが透明油って感じですよね。こんな感じですね。よいしょ。じゃあもう一個こちらもやってみます。はい、そしたらちょっとね、裏の処理しましょう。はい、それではね、高台の裏拭いていきます。で、あの撥水剤つけたら、あの釉薬つかないから高台の裏仕上げなくていいんじゃないのって思う方もいますけど、あの撥水剤つけてもね、釉薬ってくっついてますんでね、あのなんていうのかな、付着しにくいっていうだけで、こう液体としてはくっついちゃってるんでね、それをしっかりこうスポンジで拭いて最後にね、こう仕上げないとね、ここがあの
ガラス化してくっついちゃいますんでね、しっかり上裏拭いておきましょう。ではこちらもね、同じように結構ついてますよね。なのでまあ撥水剤はあんまり信用しすぎずに、あくまでもやっぱ拭いて処理をしてあげるっていうことがね、結構大事ですんでね。よいしょ。でこんなもんでですね。で、今処理終わったんでね、この2つを、ね、酸化焼成の釜ね、1230度で16時間、焼成をして結果を見てみたいと思います。はい、それではね、焼き上がりましたんでね、結果を見てみたいと思います。でこれ黒みかげ土で作ったね、お茶碗ですね。でちょっと見えにくいかもしれないですけども、真ん中から左こっち側はね、透明釉がかかってますね。で真ん中から右こっちが長石釉がかかってますね。でこうすると見えやすいかな。ちょっとこう長石釉の方がね、あの白っぽくなってて、逆に透明釉の方がね、あの光沢があると思いますよね。まあ、こんな感じで焼き上がりました。で裏もね、こんな感じです。結構こう土が粗いの分かりますよね。でやっぱ作ってる時もこの白い粒ね、形跡が結構指に当たって、作りにくかったりしますんで、まあ、ちょっとあの初心者の方ね、若干作りにくいかなとは思いますが、まあ、土としてはね、とってもこの荒々しくてね、野趣が溢れる感じで、楽しい土だと思いますね。でちょっともう一個の方を見てみましょう。もう一個ね、こっちこうハケ目を作った方ですよね。どうでしょう、結構こうハケ目がね、黒と白のコントラストで綺麗に出てると思いますよね。で内側もこんな感じね。でやっぱこういう表現の仕方っていうのが、やっぱこの粗い土とその白のねコントラストっていうのがね、すごくマッチすると思いますんで、まあ、ぜひね皆さんもこのハケ目ね、磁器の粘土をほうきみたいなやつでね、こうなでつけてる感じでね、こんな感じでやってもらうとね、かっこいい作品ができるんじゃないかなと思います。で今回この黒みかげ土ね使ってみたんですけども、全体的な印象としてはやっぱちょっとね、初心者の方には扱いにくい粘土だと思います。あの途中で割れたりは多分しないと思うんだけど、どうしてもこの作ってる時にね、あのテロクロとか電動ロクロでやった時にこの粒がね手に当たってやっぱ崩れやすいと思うんだよね。なので例えばこうたたらで作ってもらって、型に合わせて大きめのお皿を作るとかね、あとは、長皿を作るとかね、まあ、そういう風な感じでこの黒みかげ土ね、使ってもらうとかっこいい作品ができるんじゃないかなと思います。で一応今回はね、この黒みかげ土どんな感じで出来上がるかなっていうのをね、試してみました。ぜひね皆さんも参考にして使ってみてください。